皆様お久しぶりです。キノニです。全然動画投稿できなくて大変申し訳ございません、ここ最近いろいろ思うこともありまして、で結構忙しかったのでちょっと動画出してる暇本当ないなって、こっちの内輪事情でいろいろやることがあったので、やってたらこうね、何週間も経っていつか動画で言おうと思ってたんですけども、気がついたら時間経ってました。ちょっと鬱になってしまって、なんかね、もう一日かなんかずっと過ぎていくだけの日々を過ごしていて、でちょっとやる気が出たんで動画も撮ろうかなと、いつかこの動画撮ろうかなと、で、だいぶまとめた動画にします、で結構長いと思います。20分ぐらい話そうかなと思います。ご了承くださいませ。私の動画全然その編集もしないので20分直で話させてもらいますので、寝ながらでも聞いていただければと思います。で倍速だとか、基本倍速かな。俺はね、どんな動画も倍速かな今の時代はもう倍速だよね、せっかく機能がありますからね、使っていこうかななんて思っているし、ね、他の動画もいっぱい見れますやん、倍速使ったら、そう、私の動画長いですかね。ちょっとごめん、今回ゆっくり話させて、いつもはさ、動画を短くしたいために結構早口で喋ってて、何言ってんのっていう感じになってると思うんだけど、ちょっと今お腹もちょっと痛いのでゆっくり話させて、これ自分のことやからね、別にその何かを説明するときってさ、ああだったかなこうだったかなって結構ね頭の中だけで整理して話すから、喋るのが下手だとかあると思うけど、自分の話をするときってさ、ね、友達とか話すときって別に何も考えずにペラペラ出るよね。なんで、早口で喋る必要性も特にないかなって、ゆっくり話させてもらいます。ニュースとかのさ話を言うときは、ね、自分の知らないことをどっかから情報を取ってきて話すから、ちょっとね、なんて言ったらいいのかな、こう話しにくいというか、あれはどうだったかなみたいな考えてて出てこなかったり、なんて言うのかな、ちょっとそのビクビクというか、そういう話し方になってしまってると思うんだけど、あれはしゃあないかなってちょっと思う。だってね、あんまりその正しい情報ってさ簡単に手に入らなくて、あったらもうそれはね楽にああでこうでってただそれをコピペして言うだけだけど、なかったら探して、で本当かどうかも分かんないけど、で間違ってるかもしれないけど話してってなるんで、ね、もしかしたら数字が違ってたりっていうのもあると思うけど、っていうのでちょっと焦りながら、若干焦りながら話すことになると思うんだけど、これはね、自分の話ですから。で、この動画、趣旨、何を言いたいのって、自分の整理でもあるんですよね。これからどうしていこうかなっていうので。だから、それをわざわざ動画にしてアップするのはどうなんて話なんだけど、このチャンネルのことでもありますので、動画アップしようかなと思います。で、容量的にも、そう、容量がさ、そもそも短くて、その何十分も連続で撮れないんですよね。そしたら、動画も止まっちゃって、で編集でくっつける能力も今はないので、すいませんって感じで早口で喋ってるんです。早口で喋るとなんかね、ハキハキと言えずに、なんかせっかちな人の話し方にしかならないんだけど、ビクビクしながらあれも話そう、あ次も話そうってなって、でも今はねこれもうそんな大したことでもないし、ゆっくり話せてがいいかな。俺的にはね、ほんとゆっくり喋りたいんですけどね、長いんですかね、私の話。でも他の動画でも結構、その、誰かがさ、なんかの説明をする動画とか見てて、10分以下の動画ってあんまないかなって思うんですよね。20分ぐらいの動画の人もいるし、どうなんですかね。ちょっとその辺はアンケートとかで取りたいなと、その無名で。YouTube もさ、なんかアンケートとか取れたらいいなと思うんですよ、無名で。なんか、バッドか、グッドか、ね、それで、はいか、いいかみたいな感じで。で、誰が投稿したかはわかんないけど、1人1ボタン、1件入れだけで、複数押したらそれはもう意味ないですからね。簡単にアンケートとか取れたらいいなと思うんですが、どうでしょうか。もっとさ、いい感じの SNS 欲しいなって、だいぶよく言ってるけど、俺が作りたいぐらいなんだけど、俺やったらそういうのいっぱいあるんだけどな、Twitter なり、YouTube なり、今は SNS いっぱいありますけど、どれもね、ちょっとなっていう、完璧なものはないね、正直言って。ごめん、めっちゃ話取れてるけど、いつかね、完璧なものが出てくると思うんだよ、必然的にそういうのって。出ていただきたいなと
で、広告まみれじゃん。なんか気持ち悪いよね。なんかそんなんやりたくないよ、広告まみれの世界。もっともうちょっと、うまいことできんのって思うんですよ。こう、動画見ててさ、バーンってさ、え、広告って。そういうやり方やめません？なんかもう、イライラしかしないじゃん、そりゃ。人が見てるのを遮って、それ、見続けたいっすか、それ。ね。不快じゃん？なんか人の心をさ、悪くさせてる、広告のせいで。悪い人間になっちゃいそうな気がして、もっといいやり方できひんの？ってちょっと俺的に思うんですよ。皆さんどうでしょうか。でですね、このチャンネルの方針についてですね、来たる2023年の抱負と、今年2022年の出来栄えを語っていこうかなと。本当は11月にやりたかったんですよ。11月って気がついたらもう、ね、1ヶ月超えて12、本当になっちゃった。今本当に12月ですからね。いやー、早いなって。でも11月、ね、こっちの事情でいろいろやることあってたんで、仕方ないです。で、12月になりましたが、こういったその、チャンネルのね、出来栄えや反省を話していきたいなと。これ毎年やりたいなってちょっと思いました。今年初なんですけどね、このチャンネルでこういった抱負や反省っていうの。反省について話そうか。今年はね、何もできなかったです。本来は、パソコンなりを入手して、いろいろとね、サクサクっと編集なりをして、大きいように成長したな、みたいなところを見せたかったんですが、勇気がなかった。そして、なんだろう、鬱なんですよね。コロナのせいです。で、コロナが流行ってるのは政治のせいです。結局、日本政府さんがちゃんとできてないからコロナが流行って、病気はね、庶民、私、くしどもみたいなお金のない庶民には止められないです。金あったらね、防空壕なりなんかね、そこで誰とも接しないようにしたらね、病気なんて入ってこないですから、ウイルスは口の中に入って病気になるので、入らなければどうということはないんだな、これが。でもそれ防げないでしょ、完璧にって。誰一人とも会わないってなかなかまあ難しい話なんですよね。で、日本って島国だからさ、鎖国すればもうウイルスなんて入ってこれないようにできるんですが、それがね、対策もしっかりできずに、今誰が政治家やってるかもうどうでもいいか知らないけど、本当どうでもよくなっちゃうわ。これよくないんだけどね。悪い政治家はどん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 首にしていかなきゃな。こんなことやってるからね、コロナで滅亡してしまう国もいつから現れるんですよ。コロナじゃなくても伝染病とかでね、何の対策もせずに、それは国滅ぶわ。当たり前やけど、これ国のせいですからね。なんかね、個々の努力でできるレベルじゃないですから、気がついてほしいですね。こういうな停滞を起こしてるのも結局国の怠慢のせいなんで、私のせいじゃない。でパソコンも、ね、手に入れられなかった、何もできなかった今年、それが反省ですね。それなりにやると決めたことは、まあ、まあまあやってはいたけど。なんせ稼がないといけないので、で、この動画全ては稼げてないので、他で稼ぐしかないと。でそこに時間を取られて、このチャンネルで、十分にやりたいことを発揮することはできないです。残念ながら。どっちつかずってね、どっちもできないってことです。それはね、片手間でなんかうまいこと生きる、そんな世の中はないですので、まあ、人によっては運が良くてあるのかもしれないけど、ね、仕事もやっててお金を得て、 YouTube の動画もアップして収入も得て、そんな人はなかなかいないと思うんだ。やるんだったらどっちか一本化じゃないとね、やってられないかな。でそれなりに、ね、動画を、1週間に1回かアップしようと思ったら、ね、そうだと思います。どんな底辺の YouTuber なり頑張って YouTuber なり、みんなそれは同じだと思います。時間は結局使うからね。例えばこの動画で10分話すとなると、それは10分の人生の時間を使ったことになるから、その分、ね、他ができないということなんですよ。当たり前、すごく当たり前なんで、たった10分じゃねえかって話だけど、それを積み重ねて言ってください。例えば1日1時間動画を撮ろうとする。で、毎日撮ろうとする。そしたらもう1日分ずっと喋ってる動画を撮り続けて、そういう状況にもなりますからね。一日あれば何かしら、ね、働いてたりして、お金も稼げますから。それだけ、まあ、使ってるわけですよ。まあ、わかんない人にはわかんないんだろうけど。時間で積み重ねですからね、何事も。たった10分だろうが、1時間だろうが。時間はかかってるんです。でですね、なんかごめんね、すごいなんか、態度悪く、こう、なんか、なんだ、説教みたいな言い方で、厳しいんだよね、私自身が。
そしたらもうなんかきつい言い方になっちゃうんですよね。柔らかい言い方で言う必要性を感じなくて、で柔らかい言い方で言っても人って変わらないなって私は今までの人生で思ってるので、厳しい言い方でしか言わないですけどね。まあ書いてあるからさ 読んだら頭いい人はもう1秒で分かると思うよね、サムネも見たらね。私の動画もこれ1本ってだけなんで、他フリップもないですし はい、ね、変わること、このチャンネルは大きく方針変わっちゃいます。はい、丸1、宝くじ買うのやめます。これはもうね、確定かな。で、今あるくじは、ちゃんとその放送するというか、動画で出します。さすがにね、別に、それまで出さなくする必要性はないから、せっかくあるんですからね、それは出そうかなと思う、かかってる分はね。で、今は、ナンバーズ3ミニの動画を、せっせこ、この1年は撮ろうっていうことで、やってましたが、当選ならず、ストレートの当選ならずということで、100分の1だったんですが、今までで、そうですね、20回ぐらい買いましたね。で、まあ、当選しなかったということです。で、このナンバーズ3に当選金額がそこまで高くもないし、そんなに今言うたらその夢もないんですよね。1日分働かなくて済むぐらいのレベルなんですよ、当選をしても。あんまり価値ないかなと。で、俺が欲しいのはそういう、ね、誰もが稼げるような金額が欲しいっていうわけではないんです。普通にまあ1億とか欲しいです。誰だってそうだと思います。で、俺が見たいのは1等なんですよね。で、まあこれはまあ1等とかではなく、ストレート、数字が3つ揃えばっていう話なんで、それ以外はゼロです。いわば1等だけなんですよね。2等もなくて。なんですが、やっぱそれもないので、このまま続けてってもね、当たる気はしないかなと、100分の1なんですが、っていうので、このナンバーズ3ミニ、まあ、今年で終わるとは言ってたんですが、終わりです。まだ今年は終わってないんですけどね。このね、動画見てくれた方、いっぱいいると思います。で、宝くじの動画を私が出すから、そのチャンネルを登録したんだよっていう人いると思います。大変申し訳ございません。ね、宝くじのチャンネルだからって言って登録した方、すみませんが、やめます。だから、登録解除していただいても構いません。それは仕方ないです。しゃあないですよね。だって、やらない、ね、自分が見たいなっていう動画もしなくなったら、そのチャンネルに価値ってないですよね。厳しく言うけど ね、あの動画を毎回シリーズやるから見てるっていう人がいてね、チャンネル登録して、それやめますって言ったら、他の動画見ますか？見ないですよね。それはね、仕方ないです。で、理由ですよね。なんでやめんのって話。価値が見出せないかなと。まあ、自分では一応言ってたんですよ。このハズレの動画も、当たった時にですね、この人は、当たった動画1本だけ出して、当たった当たったって騒いでる、嘘つきかどうかもわからない人なのか、それとも、苦労してハズレハズレハズレ、そんな中当たった人なのか、まあ、当たりまでの、道筋がちゃんとわかる人。あ、この人は、ちゃんと当たった人なんだなっていうのがわかるような、そんな人になりたくて一応ハズレの動画も出してるんですが、継続して。で、まあ、当たんなかったらそれって価値ないんですよね。当たった上での価値なんですよ、そのハズレの動画って今までの。いや、本当言うけど。まあ、あと予想するのが好きで楽しいのであげるっていうのをやってたんですが、時間がさすがにないなと。で、お金もかかるなと。そう、最近時間もお金もねって思って、ちょっと考えてしまったんですよね。それ考えたら、じゃあやらなきゃいいじゃんって。そんなね、当選金も、めぼしいわけではないんでしょってことで、やめます。ジャンボとか、通常くじ、数字を、選ぶのではなくて、もう買ったら数字がついてくるっていう、数字、非選択式のくじも、やめます。で、スクラッチもやめます。まあ、全部やめるってことですね、宝くじ。ロトだとかも。当たらんのよ 当たらんのよ。当たらんかったら意味ないじゃん。俺が欲しいのはね、金。ぶっちゃけ言うと。なぜって、今一番金がないから、ない人ほどそれ欲すると思うんですよ。最初から才能があってさ、才能が欲しいですっていう人いないと思うんですよ。例えば字が汚いですと。そういう人が何が欲しいと思います？もっと、美味しいもの食べたいだとか、アニメ描きたいとか思いませんよね。字が上手くなりたいですよね。金がないから金が欲しいってなるんですよ。字が下手だから字が上手くなりたいってなるんですよ。これ普通のことだと思います。単純に金です。
そんなことを言うなよって感じなんですが、もう包み隠さずに言います。宝くじ買って夢見てっていうやつ嘘つきだろ。もうほんとごめん、宝くじの動画を見たくて俺のチャンネル登録した後にこんなさ説教じみたことを 言われて申し訳ないです。でも事実じゃん、欲しいからみんな買ってるんだろ。それ言おうや、あかんのそれ言ったらね、本当のこと言おうやとはちょっと思います。まあ、単純にさ、この動画を出して収益なりわいしてる人いるかもしれないけど、そんな宝くじの動画出しててさ収益化なるかね。あの有名な YouTuber が宝くじ何枚買いましたとかやったらさ、再生回数はそれなりに来ると思うけどさ、一般の何の取り柄もない能力もない人が宝くじの動画を上げるだけ収益化って無理ですよ。で単純に私もそうだからね無理だと思うので、ね、で、あ、コロナですよね。仕事でパソコンが、まあ、パソコンが欲しいさ。で、仕事結局やってるんでね、まあ、収益化したら仕事しなくていいんだけど、収益化もしてないし、お金も来ないので仕事するしかないんだよね。それがまあ理由ですね。で、チャンネル終了するかも。これもうね、一つの動画に出そうかなとも思ってたんだけど、やっぱりこう言います、この全部の動画、一本に。だってさ、わざわざそんな分けて撮る必要性ってあるかなと。で、俺って結構 あっちこっちいっぱいね、言っちゃうんで、それさっきの動画でも言ってたよってなっちゃうとさ、腹立つじゃん。なんかせっかく見てくれた人もさ、この人同じことしか言わないなって。そしたら、ね、一本にした方がいいなと思って、これも言えときました。ちょ、タイトルどうしようかなって迷うんですよ。こう、いっぱいさ、その一つの動画で、なんか、内容がいっぱいあるとさ、どれを、タイトルにしようかなって、タイトル長くても無理でしょ？ほとんど表示なんてされないから。意外と文字ってさ、20文字もないぐらいじゃん？出るの。そしたら、この動画何の動画なのかなってなっちゃうからね。どれを出そうかなって、ちょっと今、迷ってる。で、なんでチャンネル終わるのかってことですね。価値を見出せない、正直言って。で、時間がかかってまう。で、お金になってない。うん、思うね。正直飽きてきたっていうね。だって、言うけどそんなに視聴者は。これ本当に、ね、見てる方は本当に申し訳ないんですけども、視聴者が少ないと。で、それなのに、出す意味あるって。まあ、半ば俺は趣味で楽しくはやってるんだけど、時間がないのにさ、正直なと、今、動画出すの億劫になってるわけですよ。で、そんな動画出してもね、そんな状態でやる意味あるって、そんな動画見たくないでしょ。私がいやいや出してる動画をみんな見たくないと思います。俺もね、じゃあやめたらいいじゃんってちょっと思っちゃうかなって、コメントはしないかな、そう思っちゃうなって思います、そういう動画を見てしまうと。っていう意味で終了するかも、かもです。で、しないかもなんです。ごめんなさいね。で、まだまださ、この宝くじの動画も買ってるけど動画に出してないのもあるので、それをもう全部出し切ってからかなって。で、やるんだったら、まだまだ俺もね、動画出したいなってことあったじゃん。そのバイクの話なり、で、ウーバーの話なり、出しますって言ったけど出してないでしょ、まだまだ。それやってから、一応有限はね、実行してから終わろうかなと思います。全部言ってから、ガーシーかよって感じだけどね。で、全部言ってから、ね、チャンネル消えようみたいな。人生終わろうみたいな人です。ガーシークソだよね、本当に。そうやって、いわゆる死ねばもろともですよね。なんか、死ぬんやったら、他の人にも爪痕残してでもっていう性格。性格悪いよな。まあでもね、せっかくですから、チャンネルを作って、ね、なんかやりたくないから終わりまーすって。なんかさ、価値ない、なさすぎじゃん。やるんだったら最後の最後でね、炎上でもしてね。で、ポシャってその YouTube から締め出されてっていうぐらいでいいんじゃないかなと思います。なんかね、せっかくですから、もう、このアカウントも、とにかくやりまくってやりまくって、で、いろんな経験とか、どんな感じになるのかなっていうのも、それは自分のね、経験として入ってくるわけ。このチャンネルを消えようが、私自身がね。すごいひどいこと言ってるけど、実際そうじゃないですか。いろいろとね、試す経験を得る、これはいいんじゃないかなと。まあ見てる方に対しては失礼っていうのは若干あると思うかね。で、パソコンないままでこの1年2年も過ごしてきたんか、アホやな。手に入れてないんですよ。手に入れないとダメなんですけどもね。まあお金っていう面もあるけど、ちょっと悩んでるんですよね。ていうか、能力がなさすぎてさ、一番その自分に合ったパソコンを買えないっていうことなんですよ。失敗したら嫌じゃん、高いお金払って。
あんま動かないパソコン買っても意味ないでしょ。ちょっと時間かかるんですよね、このパソコン買うっていうのは。なので、そのパソコン買うとかに専念しますね。買うだけやんけって話なんですが、結構大事なことだと思うよ。このマシン、道具を買うっていうの。いい道具を買う。自分に合った道具を買うっていうの。ね。で、お金もそんなない人。ある人だったらさ、アマゾンでポチってやったらいいのかもしれないけど、ない人だったら、それは慎重に選ぶでしょ。ね。お金もないのに慎重に道具選ばないって、それバカのやることだよ。金にね、ない人なんでね、やっぱり慎重にさせてもらいます。それはしゃあないです。買うだけやんって話なんですが、なかなかね、いいのが得られると思ってないし、で、俺ね、迷ってんねん、今めっちゃ。その、ノートにしようかな、デスクにしようかなって、ノートにしたらええやんって話だけどさ、なんか成長がないんや。俺結構成長したいと思ってるんよ。だから鬱になっちゃうんかな、正直言って。でもさ、ね、何の能力もないまま10年、20年経ってそれに価値って見出せないんだな。それだったら何か挑戦して失敗しても頑張ったっていう過程あるやん。何かをしましたっていう過程。そっちの方がさ、有意義な人生過ごしてんのかなって思って、失敗ありきやけど。な、何もせずに、失敗もせずに、人生終わりました。なんかそれ価値ないなって思うんですが、みんなどうでしょうかね。はい、で、そう、レベルアップにつながってないんですよね。レベルって何か、まあ人生であり、その動画編集したいなって前々からまあ言ってると思うんだけど、何もできてないじゃん。なんかね、良くない。実はですね、僕、パソコン持ってたんですよ、過去。3年か2年前。で、壊れたんですよね。で、そっから何もできてないんですよ。めっちゃ鬱になって。壊れて鬱になって1年ぐらい経過して、で、コロナで1年ぐらい経過してっていう。惰性で買ってなくて今に至るみたいな感じなんですか、自分。ダメだよね、本当に。気がついたらこんなに時間が経ってしまった。玉手箱やな。未来の俺、1年後の俺何してるんやろ。こうやってまたパソコンを買わなきゃななんて動画言ってるんやろか。そんなやつはね、クソだ。クソだ。あえて未来の自分にも言う。クソだ、そんなやつは。やめてまえ、そんな人生。未来の俺、頑張れ。頑張れ、俺。これ、もう自分を応援するための動画でもあります。この場で言わせてもらう、パソコン買います。今年中っていうのは無理そうだと思います。いろいろ、この時期ですからね。ブラックフライデーとかに買えばよかったやんってなるんですが、あんまりいいパソコンなかったんで買いませんでした。そうやって衝動買いで買ってもいいもんって得られないかなと思って、じっくり考えます。で、12月ですからね、なんか、パソコン、どうやろうね。ちょっと、まあ、わかんないです。あんまり、一番買うべき時期っていうのがわかんないっす。なんかあるじゃん、そのリニュー、パソコンの新しく、なんていうか、機械を新しくするみたいな。で、その時に、一昔前の機械が安くなるみたいな、それなんていうの もう頭全然出てこないけど、そういう時にか、うまく変えたらいいなってちょっと思ってるけど、ちょっとだけスペックが新しくないみたいな。安くで変えたらいいなと思ってるんだけどね、質の高いパソコン。口の中すごい泡だらけなんです。最近全然話してないな、この動画とかも。まあ、疲れてるんやな。だって一つの動画が30分くらいかかるからさ、それなりに覚悟でやらないとあかんねん。寝ずに。じゃあ、撮るなよって話だけど。一応これ、俺のさ、ちょっと楽しみではあるわけや。自分のストレスのね、解消なんですよね、ある意味。こう、動画で言う。